はい、ゾウの部屋です。今回は青木真也選手、井上尚弥選手を敵に回す暴言を吐くです。青木真也選手が10月30日の 1FC の解説において、井上尚弥選手や日本格闘技界を敵に回す暴言を吐きました。桜庭選手とターザン山本さんの対談や、元ボクシング日本チャンピオンの細川バレンタイン選手の動画などでも似たようなテーマが持ち上がりましたので検証していきます。青木真也選手は日本 MMA ライト級トップレベルの強さを誇り、最高のヒールエンターテイナーです。プロレスラーとしても活躍しており、早稲田大学卒の異色の格闘家です。大仁田篤史さんとプロレスを行い、その2週間後にロード21で格闘エリートの江藤選手に完勝し、セコンドについていた大沢健二さんを怒鳴りつけるなど、異次元の強さ、魅力を持った格闘技業界に欠かせない選手です。また MMA できないやつが充実をやっているなど、挑発的な発言で業界を盛り上げ、問題提起をしてくれています。青木選手の発言は一見炎上を狙っただけのものと思われがちですが、実は日本格闘技業界への問題提起が含まれていると思います。それでは今回の暴言について話していきます。今回の青木真也選手の発言は、同じ週の日曜日に行われる2つの興行に対してのプロレス発言だと思われます。その興行はラスベガスで行われた井上尚弥選手のボクシング世界戦と、ライズの那須川天心挑戦者決定トーナメントです。日本を代表する格闘技業界のヒーローである井上尚弥選手と那須川天心選手が同じ日に戦うことになりました。ちなみに UFC のアンデウソン・シューバ選手の引退試合も同日に行われました。マッハ選手との試合が思い出されますよね。デメトリアス・ジョンソンに選手に連続防衛記録は抜かれましたが、レジェンドの選手であることは間違いありません。デメトリアス・ジョンソン選手が移籍すると UFC のフライ級が廃止されるという噂が、ありましたけども、なかなかアメリカなどでは小さい階級が人気が出ないようですよね。僕もアメリカに、住んでいたことがありますが、やはり日本人よりも2回りも3回りも大きいアメリカ人にとって、50キロ台の選手はちょっと小さすぎるかもしれません。レフェリーのビッグ・ジョン・マッカーシーは以前 UFC でもレフリーをやっていました。元警官で、充実もできる、強そうな本当に大きなレフリーでした。190センチ120キロもありますので、フライ級の試合をレフリーするときはフライ級選手2人よりも大きいので、レフリーが一番強いんじゃないか説が出てしまっていました。このようにアメリカ人にとって57キロのフライ級は小さすぎるので、なかなか、ペーパービューが売れなかったのかもしれません。確かに日本人でも50キロ台の男性はそれほど多くないと思います。僕も70キロぐらいあるので、50キロ台の体格はあまり想像がつきません。ライズの天心選手も適正である55キロではなかなか相手がいないため、階級を上げて試合することが多くなっています。58キロなどで戦う際は水抜きもしていないそうです。またボクシング転向を見据えているので、これ以上体重は増やしたくないと話していました。ボクシングではバンタム級 53.5 キロぐらいを狙っているかもしれませんね。ちなみに日曜日に行われた
天心挑戦者決定トーナメントでは4人中3人がもうすでに天心選手に負けており、残り1人も連敗中の選手でした。いかに55キロの選手がいないかが分かりますよね。鈴木選手対江畑選手、鈴木選手対志郎選手はそれぞれ見どころがあり、とても面白い戦いだったのですが、天心選手一強は揺るがないのが現状です。世界を見渡してもロッタン選手、K1 のタケル選手、江川祐希選手、武井選手ぐらいしか相手がいないのが現状ではないでしょうか。タケル選手も最近の動画で通常体重を60、2、3キロにしていると話していました。以前は60、7、8キロあったので、天心戦を見据えている可能性もあるのではないでしょうか。このように世界的に見ても165センチ、55キロというのは単純に小さすぎて戦勝が薄すぎるのが現状です。ここで青木選手の 1FC での暴言の60キロ以下は格闘技じゃないですが、これは53キロの井上尚弥選手、55キロの那須川天心選手のアンチテーゼではないでしょうか。桜庭選手とターザン山本さんの対談での軽量級がペチペチやり合っても発言も似たものがありますよね。また元ボクシング日本チャンピオンの細川バレンタイン選手も YouTube 動画で同じようなことを言われたことがあると語っていました。もう大柄なアメリカ兵にボクシングのことはリスペクトしている、ただ井上尚弥選手はバンタム級53キロでしょ、それぐらいだと勝てそうな気がする、アメリカ軍には俺みたいなごついのがゴロゴロいるんだよと。確かに米兵であれば180センチ、100キロ超えの人がゴロゴロいそうではありますよね。元 UFC のブライアン・スタン、ティム・ケネディなどもそうですよね。ちなみに友達の旦那さんがアメリカ軍で働いているのですが、兵士ではなく、経理事務の仕事で働いているのですが、普通に108センチ90キロぐらいありました、何かもう生物としての強さを感じました。話をまとめると、日本のヒーローである井上尚弥選手、那須川天心選手を敵に回すような、60キロ以下は格闘技じゃないという発言は青木真也さんなりの強さとは何なんだという世間への問いかけではないでしょうか。格闘技をスポーツの範疇に抑え込んでしまうと魅力がなくなり、業界がシュリンクしてしまうのではないかと。プロレスラーは本当は強いんですを思い出せと。これは桜庭選手の発言にもつながるかもしれません。朝倉未来選手の喧嘩自慢とのスパーリング動画が1000万再生を優に超えているのも根っこは同じかもしれません。そこで朝倉未来選手にスポンサーを集めてもらってイベントをしてほしいと思います。バンタム級のプロボクサーと喧嘩自慢との MMA スパーリングイベントです。青木真也選手が発言した60キロ以下は格闘技じゃないではないですが、強さとは何かをプライドをかけた戦いで見られるのではないでしょうか。以上となります。今後のラインナップはこちらです。みんなで格闘技業界を盛り上げていきましょう。さよなら、さよなら、さよなら。